はい、どうもジョジョです。今日はですね、ちょっと出遅れたんですけど、結構前の動画で水のプロクラシックご紹介しまして、その時店舗さんで撮影したんですけど、お待たせしました。こちらが水のプロクラシックの公式サイズ9のブリック。今回水野がかなり大きく変わったということで、まあ、自分は初めて水野プロ買ったのが17歳とかの時なんですけど、結局スラッガーを使ってる時期が一番多かったんで、あんまりこう出会ってこなかった、使ってこなかった水プロなんですけど、公式は特に今回ですね、大きく変わりまして、最適裁断と言われるプロ選手にも採用されている補給面だったりとか、この背面だったりとかに適した革の場所を使って、今回この最適裁断シリーズっていうので登場してます。あとですね、自分が一番今回注目していたのが、このフィット感がめちゃめちゃ向上したっていうので、まあ、これ自分結構喋ってるんですけど、水野は特にこの手入れ部がちょっと初期状態で緩くはないんですけど、まあ、自分が使ってるので言ったら、ちょっとこの手の中がですね、ゆとりがあるというか、まあ、手袋を M サイズの自分がやれた時に、あ、 S の人だったらちょっと緩いかなって感じるぐらいなんですけど、今回そこがフィット感をかなり向上しているということで、あ、これ片付け済みなんですよ。実は片付け済みでもう今日使える状態になってるんですけど、野球工房 M の中澤店長の片付けで、自分は本当に何も片付けはしてなくて、今日初使用なんですけど、この中ですね、この中が特に指手入れた時にピタッとこう張り付くような、中で吸い付くような感じがあります。このシリーズを知らない人が目をつぶってはめたら、水のプロって思わないくらいの、なんかいつもと違う感じがありますので、今日はこのクラシックのブリック使って、この最適裁断とフィット感をお伝えできたらなと思います。補給面にお尻の皮、柔らかい皮ですねを採用しているっていうのがホームページに載っておりました。実はこれ、自分野球工房 M できたのって、自分が高1ぐらいの時なんですよね。それまで星野スポーツっていうのが群馬県内にいっぱいあって、野球工房 M はその星野スポーツが全部潰れて野球工房 M になったんですけど、中澤店長の片付けしたのを自分使うの初めてですね。野球工房 M は 99% 水野の商品扱ってるんで、なんか水野めっちゃ片付けしてると思うんですよ。ここにめっちゃ収まりますね。中澤店長の片付けの動画は結構上げてるんですけど、自分が使うのは実は今日初めてで、めっちゃハマります、ここに。で、やっぱこの動かした時に、この辺が全然違います。上からこう、押さえられてるというか、指が中で全く動かないので、まあ、水プロって正直そんなめっちゃ軽いわけじゃないと思うんですよ。なんですけど、これだけこのフィット感があるんだったら、全然重さを感じないと思います。本当に従来の水プロと、比較してはめたらびっくりすると思います。皆さんは全然この辺が違いますね。まず、これサイズ9ですけど、動かした感じはもう8ぐらいに感じますね。軽量感が、自分サイズ9ってちょっと大きいんですよ、坂本選手の形でも。こんなにフィットしてこう動かした時の重さを感じないんで、多分重量は全メーカーで見たらそんなめっちゃ軽いわけじゃないんですけど、ここですね、この辺のフィット感が全然違います。まあ、補給感はでも確かに、これ軟式ボール今日取ってますけど、包み込むっていうのかな、その皮がちょっと包み込む感じはありますね。めっちゃ張っててパチッってよりかは、こう少しこうやってボールを皮が吸収してる感じ、型じゃなくて皮がこういう動きをしているような気もします。キュッて、逆を言ったら手袋が L サイズの人はキツって最初思うかもしれないです。それは片付けで変えれるんで。はい、はい、持った時と使った時の感覚は違うと思います。重さ的に持ったら普通です。
ぶっちゃけ。けどはめて動いたらやっぱフィット感って大事ですね。もちろんバランスも大事ですけど、この感じ。はい、はい、まあぶっちゃけこの型のレビューはベーシックな坂本選手とかのサイズ9順巻きウェブ下なんで、型はそんなにレビューしないです。本当にシンプルにつかみって感じです。今軟式受けたんですけど、まあ、最適裁断、お尻の皮を使ってるんですよ。画像でいう右上なんですけど、細かなシワがあるんですよね。細かなシワ、これが、まあ、人間の手のシワと一緒で不快なくボールを受けれるって感じがあります。その不快って何かっていうと、硬すぎるというかピーンと張ってると、なんかこう張りすぎると弾く、なんとなくこのイメージ皆さんあると思うんですけど、しっかりはしてるんですよ。皮の強さはあるんですけど、この細かいシワがなんかボールをこう抑え込んでるような感じはしますね。特にシングルの時、キャッチボールの時に。なのでこの片付け済みを入れた時にちょっとあれちょっと柔らかいかなみたいなのは、多分その動きが出るからだと思います。一応公式用なんで、ちょっと5球くらい公式受けます。はい、というわけで、今回ですね、水のプロクラシック初使用で使ったんですけど、正直これまでの水プロとは別物と思っていいと思います。結構自分が水のプロを公式で使わなかった理由、この動く感じっていうんですかね、動く感じと、まあ、ちょっと重く感じる感覚っていうのがすごくなくなって、よりクオリティが上がっていると思いますので、ぜひこのクラシックはお店に行ってはめてほしいかなと思います。もちろん軟式シリーズも展開されてますので、もし気になる方はお店でチェックしてみてください。ちなみにこの全く同じグローブはめたいという方はですね、野球工房さんにこのサンプルがあるんで、ぜひはめてパシパシ握ってみてください。引き続きまた面白いことは紹介していきます。それでは教授です。よいしょ。あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。かさついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間、その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの小大2本セットを1名様にプレゼントします。使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。つかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no holdおっしゃ。